すみません、ちょっと今日プライベートなんで、すみません、ちょっと、あ、すみません、どうぞ。濃い、濃いんだな。プライベートなんで、ちょっと本当に勘弁してください。すみません。綺麗なのね、水もね。本当にすみません。そう。これが北川。ことか。はい、こういう時はもうライブで撮らないと動かない。おにぎりです。はい、こちらがりんごです。では、パックさせていただきます。これが静岡でしか食べられないハンバーグなんですよ。ですよね。そうです。静岡で34店舗やってるんですけど、静岡だけなので、はい。今日初めてですか？私も初めてです。ありがとうございます。美味しく焼いてくれるから。はい。愛情込めて美味しく焼き上げます。はい。ソースはおかけしてもいいですか？お願いします。はい。オニオンソースをおかけします。おソースの花が収まりましたら召し上がってください。で気をつけてください。とても美味しいんだよこれが。たまらないんだよ。いただきます。いただきます。食べてみて。はい。ハンバーグ。はい。僕たちみたいに爽やかな味でとっても美味しいね。美味しい。最高。わあ、来ました。来ましたね。これね、爽やかのデザートといえばハンバーガーです。デザートでハンバーガー、これ2の食べ方です。これね、すごいよ、見て、ほらこんなになってる。チーズが垂れてます。最高です。じゃありんさん、僕食べちゃっていいかな。はい、どうぞ。じゃあいただきます。おいしい。幸せです。